では川島博人調教師にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。帰ってきて勝利という形になりました。一言お願いしたいと思います。そうですね、まあ難関での成績もちょっと不甲斐なかったんでどうなのかなと思ってたんですけど、うまいこと立て直ってくれてよかったと思います。ちょっと難関の、ね、負け方とかね、まあ、勝ったレースも思ったほどの勝ち方じゃなかったので気になったところもあったかと思うんですけども、はい、今日立て直す過程っていうのは結構追い切りとかはどうだったんですかね。そうですね、1本目の追い切りが結構気負って走る感じだったんでちょっと去年とは違うなっていうのが第一印象だったんですよね、はい、で2本目の追い切りの時にそのちょっと自分でハミを抜かせるように調教してって、まあその調教段階でもちょっとハミ抜けないとこが多々あって、ちょっと口向きもなんか思ったような口向きがしなかったんでその辺を注意しながら、あとは体をちゃんと使って走れるようにしようかなと思ってやってましたね。いやもうある意味基礎の部分からもう一度っていう感じになった。そうですね、もう一度本当に最初から2歳乗ってるつもりで、はい、まあそれがまあ実ったという感じですかね。そうですね、まあ僕だけの力じゃないんですけど、うん、まあ周りのあの厩務員さんたちもみんな頑張ってくれてるんで、なんとか結果だけね、これで負けましたじゃ話にならないんで、うん、ちょっとなんかその自分の思ってるものを全てつぎ込んでみようかなと思ってやりました。さて、まあこの後ということになってくると、まあ三冠路線もありますし他の路線もあると思うんですが、まあ基本は三冠、まあとりあえずあの北海優秀目指して、はい、そのために戻してきたところもあるんで、はい、ちょっとただ中2周でどうなのかなってところも、うん、まあ不安はありますけど、はいはい、まあ、このあと一度様子見て、まあ、またその後の攻め方も決めていくと、ね、そうですね、体重も、ね、思ったより太ってたんで、はい、プラス12余裕あれば北海優秀も大丈夫かなと思ってます、はい、ではですね、最後にご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。まあ、これからも、まあ、参加目指して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、川島博人調教師でした。おめでとうございました。ありがとうございました。